写真拡大。ヤクルト8-2DeNA、7日、神宮球場。DeNA は先発、上茶谷大川投手、23の配信投球で3位に転落した。昨季4勝と好相性の相手に3回4失点。先発が5回を持たずに降板するのは15試合ぶりとなった。全体的に悪く、攻撃に流れを作ることができなかったと、肩を落とす右腕に、ラミレス監督は、彼のベストの日ではなかったと表情を曇らせた。